それでは滝沢選滝沢健太選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。うーんいやーなんか自分の戦いができなかったですね。悔しいです。なんかダセえなって感じです。それはこうご自身がやろうとしたプランをさせてもらえなかったというところでしょうか。 そうですね。うん、そうですねちなみに、えー、今回どういうプランを立てていたか教えていただけますでしょうか <laughs> いやまあ、井上選手みたいなことしたかったですね、大、まあ、撃で組み立てて、効、まあ、かせて倒したら倒すし、まあ、テイクダウンもたまに織り交ぜたかったですし、そうですね、うん、まあ、下になっちゃったのがちょっと、うん、なんか。 やっっっちまったなって感じですね実際にこう手を合わせてみて、井上選手、えー、イメージしていたものと違うところありましたでしょうかそうっすね、やっぱ上からのキープが予想以上に強かったですね。うん、あと最後、決め手となったあの腕だと思うんですけども、うん、その辺っていうのは、ちょっと予想外だったのか、なんかこうちょっとどういう形だったのか教えてもらえますか。1> <laughs> 1ラウンド目で結構削られちゃって なんか寝技のディフェンスがちょっとずつあまり対応が悪くなってきちゃったかなって思って、まあ、腕で来ているの、まあ、分かっていたんですけどありがとうございますあとご自身1年ぶりの試合だったかと思うんですけどもその辺の感覚というのは特に変わりなくだったんでしょうか。そそううですねんんんななんか、うん 感覚は変わらなかったですねありがとうございますそれでは、えー、試合を終えたばかりなんですが今後の展望というのを教えていただけますでしょうかそうですねまあ、あのー、またコツコツ積み上げてまあ、いずれベルト取りたいですねありがとうございますオフィシャルからは以上になりますその他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか ご質問よろしいですか。ちなみに、あの最近始められたご自身のジムは、もうあの年明けいつからお仕事されるんですか。五日六日からですね。では、それまでは少し休めると。はい。じゃゆっくり休んでください。あり,いありがとうございます。ご質問よろしいでしょうか。それでは滝沢選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。